皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより立教大学体育会応援団並びに東京大学運動会応援部によります行動特別デモンストレーション盛大に執り行わせていただきます。まずはじめに皆様方にお送りいたします曲は応援歌闘魂話でございます。この応援歌闘魂話東京大学におきまして第一応援歌の役割を果たす曲であり大量の銀杏を落としてしまうのでございます。普段から匂いに慣れている東大生とは異なりおしゃれなキャンパスで過ごす立教の学生にとって匂いのあまり今週末の野球どころではなくなってしまうのでございます。本日リーダー務めますのは埼玉県立浦和高等学校出身教養学部統合自然科学科4年この方彼女を募集中先日初めて参加した合コンにおきまして隣の女の子に続婚してしまいました。彼女にロックオンして狙うも見事失敗。普段のサラサラヘアのこの方ではモテることはできません。しかしひとたびオールバックにすれば誰よりも闘魂あふれる男へと生まれ変わるのでございます。今年度東京大学運動会応援部リーダー長を務めます鈴木翔でございます。そうです、この方敵対する
東大を攻撃しようとした結果、相手から失礼しました。そうです、この方、敵対する東大を攻撃しようとした結果、逆に制裁を受けてしまったのでございます。今年度東京六大学応援団連盟常任を相手に務めます。東京都私立立教池袋高等学校出身、経済学部会計ファイナンス学科4年、岸の寮でございます。知ってるのか、それは裏の頂上決戦と言われることである。東大の次に優勝回数が少ない立教はいつもこの裏の頂上決戦を戦ってきた歴史がある。しかし今回は少し事情が異なる。注意の話だね。なんと東大が1勝7敗、そして立教が0勝8敗ということで、なんと立教ビリになってしまっている。今週末の私たちのチームは何としても東大に2連勝することだよね。東大はなんか悠々と倒す気でいらっしゃるけど、俺たちマジで負ける気ないからね。東大生のお前は震えて待ってよ。それで気合いでちゃんと飲んでいくぞ。
なんで10番ですか。どうもありがとうございました。引き続きまして皆様方にお送りいたします曲はチャンスパターンメドレービクトリーマーチでございます。このチャンスパターンメドレービクトリーマーチ、東京大学にチャンスが訪れた際に演奏される曲であり、今週末の神宮球場で流れれば東大の6年ぶりの勝ち点獲得に導くだけでなく、立教大学を単独最下位へと陥れるのでございます。本部リーダー務めますのは埼玉県立浦和高等学校出身、教養学部総合出身。この方ポイントを貯めて景品に変えるのがお好き。立教大学のセントポールの略である SPU という略語を見て、略語が書かれているコスチュームを見て、この方が思い浮かんだのはスーパーポイントアップ。この略語からこの方は立教大学から買ってザクザクポイントを貯めて景品として立ち手しようと意気込んでいるのでございます。今年度東京六大学応援団連盟常任委員を務めます鈴木翔でございます。東京六大学野球秋季リーグ戦の今週末の試合の宣伝である。それはさておき、私先日小学校の同窓会に行ってきた。私21歳なので、まあ、十数年ぶりに懐かしい友に会ってきた。本当に懐かしすぎて涙が出そうであった。それはさておき、皆さん携帯電話を持っている人は六大学野球と検索してみてほしい。まあ、そこには東京野球の現在の順位が書いてあるはずである。まあ、なんと驚いたことに、私が旧友と涙の再会をしているときに立教大学は涙の再会に陥っていた。まあ、非常にかわいそすぎて涙が出てしまう。まあ、さて、この、順位ですが、東京大学いまだ勝ち点なく、勝率の上で立教大学に優位に立っている。まあ、つまるところこの最終戦がめちゃめちゃ重要であるということで、絶対に勝ちきれないということである。絶対に勝ちきれないといけないということである。さらにつまりはここに集まってくださった東大生、そして東大関係者の皆様の全力の応援が必要であるということである。まあ、というか最下位とか5位とか言っている場合じゃない。絶対に優勝ぐらいの試合と応援を見せつけてやるぜ。そんな熱い気持ちを持って戦う野球部、そして応援する応援部を神宮球場でぜひ見てほしい。勝ち点獲得の歴史的瞬間をこの目に焼き付けてほしい。このチャンスボタンの中で気合入れていくぞ。気合入れていくぞ。
どうもありがとうございました。最後に皆様方にお送りいたします曲は東京大学応援歌ただ一つでございます。この東京大学応援歌ただ一つ、校歌の存在しない東京大学におきまして長年校歌の役割を果たしてきた曲であり、正式な東京大学の歌として親しまれております。その格調高い荘厳な歌詞と音律は聴く者の心を震わせ、歴代の東京大学の学生がさまざまな思いを託して名勝負を繰り広げてきた伝統ある一曲なのでございます。本日リーダー務めますのは東京都私立上福高等学校出身、法学部第一類4年、本年度東京大学運動会応援部主将を務めます浅川博一でございます。
ありがとうございました。以上で我々のステージ全て終了とさせていただくわけではございますが、今週末明治神宮球場におきまして行われる東京六大学野球秋季リーグ戦、東京大学対立教大学は最終カードとなっております。このカードをもちまして4年生の方々は引退となります。ぜひ4年生の方々の最後の雄姿を生でご覧になってみてください。本日は最後の最後までご清聴並びにご唱和誠にありがとうございました。